皆さんこんにちは、アリスです。今日はこの100均で買ったシリコンマスクを使ってテキサスチェーンソーのようなマスクを作ってみたいと思います。テキサスチェーンソーのマスクは顔の上からかぶせるような感じでつけるので、このマスクの上から特殊メイクを施してみたいと思います。鼻の部分をカットしてフィットさせるようにつけてください。シリコンですごく伸びるので、すごいフィット感があるマスクになると思います。そしてこの鼻の部分ですね、プカプカ浮いてしまうので、リキッドラテックスなどでこんな感じでくっつけてください。そして紙粘土を細長くですね、伸ばした感じでこうやってリキッドラテックスをつけて貼っつけていきます。この時ですね、こうやってなんかこう唇がブワッて開いたような感じでやるとよりリアルに仕上がると思います。そして、フェイスペイントを使って真っ白くですね、塗っていきます。テキサスチェーンソーのマスクっていうのは、つけた感じで違和感があるような仕上がりになるようにしなければいけないので、あえてこういうボコボコ感を白と黒とかで出すとよりにリアルに仕上がると思います。そして黒で目の周りを塗っていきます。そしてですね、目のあのまぶたの部分はライナーのようなもので描いてもらうと濃く仕上がると思うので、もっとこうはっきりと目元がすると思います。そして歯の部分をですね、フェイスペイントやアイライナーを使ってこんな感じで描いていきます。歯の部分の白さを出すために先に白く塗ったっていうのもあるので、そこら辺は自由にやってもらって大丈夫なんですけれども、後で白い感じに残したい方はすごく濃く塗ってもらってやってもらうとすごく綺麗に仕上がると思います。そしてですね、これシリコンマスクなので、すごくラインが描きやすくなってます。逆にそれは滑りやすいっていう感じもあるので、注意しながらやらないと粘土の部分も焦げて取れてしまう場合があるので、そこを注意しながら歯を描いていってもらえるといいと思います。そしてですね、半分以上ぐらい描き終わったらこうして黒く塗っていきます。ですね、歯のなんていうんですかね、肉の部分がえぐれていて、歯がこう見えないような、歯のこうグワッてなっているようにしたかったので黒く塗りました。もちろん端っこまで歯を描いてもらっても全然いいので、それは自由にやってみてください。そして終わったらリキッドラテックスを顔全体に塗って、でちょっと乾くまでに血のりをぐわーって塗ってます。テキサスチェーンソーの血のりはですね、本当に何て言うんですかね、マスク自体をすごく雑に作るような仕上がりになってるので、もう本当はこんな感じでまばらに血をぶわーってばらけて大丈夫だと思います。よりリアルにグロテスクに、でそしてなおかつそのテキサスチェーンソーならではのすごい手作り感満載のメイクというかマスクが出来上がります。テキサスチェーンソーのマスクはもうとにかくその場でなんかこう皮膚を切ってつけてっていうような感じに仕上がるので、とにかく雑に作るのがポイントだと思います。ぜひハロウィンにやってみてください。ハッピーハロウィーン。